はい、どうも、リピース。もうね、春休みは終わっちゃったんですけど、実はね、春休み中にね、うなぎの偽物がね、大量発生してたみたいで、しかも一部、なんか、アオリイカしてたみたいで、俺の名前使って、アオリイカいたんだってよ。それ聞いた、衝撃だったんで、今回ちょっと動画にしまして、で、任天堂スイッチでキャプチャー機能がついてるので、まあ、その映像とかね、もらったので、今回はみんなと一緒に見ていきましょう。はい、一人目ですね。今回3人いるんですけど、あれですね。偽物。うなぎの偽物がいたらしい。これだこれだ。ちょっと待って、これタコ？タコじゃん。タコじゃん、これ。俺、イカだもん。はい、二人目ですね。このダイナモかな？これだ、これだ。あ、おい、ちょっと待て。ピチピチ、なんか価値観煽りみたいなやめてくれよ、ほんとに。俺の名前で本当に煽りかしてる。はい、3人目ですね。まさか、俺の偽物がね、こんなに、もっといたんすよ。動画撮ってる人は少なかったみたいで、あ、なんか止まっちゃった。なんかバグって、バグって、バグって止まっちゃってね。そう、なんか、もっといたらしいですよ、これ以上に。彼ですね。おい、ヒレオくん、ヒレオくんじゃないか。俺はヒレオくんじゃない、やめろ。はい、てな感じで、まあ今ちょっと3個しか動画はなかったんですけど、なんか他にもいっぱいいたみたいで、これからゴールデンウィークもっと増えていくのかなと、ちょっと怖いですよね。極力っていうか、俺の名前使った煽るのだけは、ご遠慮ください。よろしくお願いします。そして俺はヒレオくんじゃないです。僕はヒレオくんじゃありません。信じてください。